早稲田実業高校の野球部員は週刊文春の餌食になったことがある。1年生はコンビニに立ち寄ってはいけない理不尽なルールがある。早実野球部のスターは荒木斎藤清宮など定期的にフィーバーを起こす。斎藤佑樹は田中将大と甲子園決勝で延長15回を投げ抜き、翌日の再試合でも9回を投げ抜いた。国体への参加が決まったが、王貞治は国籍の関係で出場できなかった。清宮は早稲田実業在学中に2人の女性と写真を撮られてしまった。王貞治は高校2年生の夏にはすでに巨人から誘いが来ていた。清宮は111本のホームランを放ち、当時の高校記録を作った。早稲田実業野球部は甲子園で2度の優勝経験がある。野球部 OB のプロ野球選手は24人いる。